チマンのアドレス教えてもらってもいいかな。暇つぶし機能付き目覚まし時計としか扱っていない俺の携帯についにトツカのメールアドレスが。え、ハチマン何泣いてるの。試しに送ってみるね。サイカだよ。ハチマンおはよう。初めてのメールです。これからもよろしくね。ハチマンどうしたの、大丈夫。サイカ、あ、悪い、今の嬉しい。あ、初めて名前で呼んでくれたね。なんだと。僕もヒッキーって呼んでいい。それはやだ。あ、じゃあハチマン。もう3回呼んで。ハチマン、ハチマン、ハチマン、もう聞いてるの。ああ悪い。ハチマン、今度のロングホームルームで修学旅行の班決めするんだって。そうか、まあでもみんな大体決まってるだろう。そうなのかな、僕まだ決まってないんだけど。あ守りたいこの笑顔なら一緒の班にするか。コクコク、ハチマン。トツカ、その格好は。なんか運動部の部長が大将やらなきゃいけないみたいで、変じゃないかな。似合ってる、全然変じゃない。そう、変じゃなく、これは恋だ。ホーム、人が恋に落ちる瞬間を初めて見てしまつった。木ヶ谷小町です。兄がいつもお世話になってます。はじめまして、クラスメートの戸塚彩花です。おお、かわいい人ですね。ねえお兄ちゃん。うん、まあ男だけどな。またまたご冗談を。え、本当に。あ、うん、僕男の残した魂が入っておらん。我はむしろな、何。ご主人様、うん、こんにちは小町さん。小町も呼んでもらって嬉しいです。妹への愛情を利用しておびき出すとは卑怯な。でも一番卑怯なのは妹ですよね。八幡。いや、俺はこのことを予見してあえておびき出されたふりをしていたのだ。結果往来、今日から神神。